シナプシュチャンネル。ここの木で光の森の散歩道の人形がピュッて出てくるのを撮りました。僕がカメラ撮ってて、妻がこうやってこういう感じで出した感じ、はい、でもっと上とか下とかいう感じでやってました。結構ね、たくさん撮ったから結構大変でしたけど、ここでも確かに光の入り方綺麗ですね。そう、ここがね、光の森の感じはなんかこんな感じの、なんかこう太陽に光の木漏れ日がすごい綺麗な感じとか、なんか体の奥底がなんかこうゾワ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 してきて、なんか生命力がなんかこうブワーって活性化する感じになるんですよね。それが結構クロウサギのお話の中には反映されてるかなと思う。はい、名取さん、ここは着きました。どこかに。この月うさぎの里で、うさぎの、あ、黒うさぎのスケッチを。でここが、まあ、一番最初に黒うさぎの話をスタートするときに、いろいろアイデアを練らしてもらった。うさぎがいっぱいいるんだ。観光スポットにもなってるんですかね。触り放題。最高。すいません、名取さんに手袋つけてもらった。これで触っていい、うん、これがもうウサギが掘った。あー、穴なんだ。すごい、本当だ、穴掘ってる。なんかウサギがこんな穴掘るって知らなかった。あ、逃げられた。大きい。そうそうそう、タレミミちゃん、タレミミちゃんだ。この子もちょっとでもグレーがかってちょっと茶色いけど、光の森もこういう大きい木の近くの穴に住んでますもんね。ここの木の下に住んでる。なるほどなるほど、こういうシーンから発想を得てるわけだ。どれぐらいの頻度で来るんですか、観察。初期はかなり来てました、最初の頃は、うん、でもなんかこう、あのアイデアに煮詰まったら来て、ウサギの仕草を見てお話考えたりとかもするし、結構寝てる子も多いんですね。ぴょん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 跳ねてるとスケッチできないから。そっか、こういう子は描きやすい。この子ね、光の森の散歩道に出演してる。この子大きい。光の森の散歩道に出てきてる。あ、かわいい。お水も飲んでる。あ、でもああいう感じもすごくウサギらしいですね。この口のモシャモシャモシャ、そう、ウサギらしさをやっぱ、実際に見るのと空想のだとだいぶ違う。なんか犬が水飲むのともちょっと違う、やっぱ口の動きとかがちょっとずつ違うから。耳の形もね、すごい独特で、うさぎ飼ってる人に突っ込まれたのは、あのメスがね、この襟のモフモフがあるんですよ。はいはい、ここにね、この首周りがモフモフしてるんだけど、それがね、お父さんにもあるっていう。黒うさぎのお父さん、ここが。そうそうそう。で、みんなモフモフしてるから、それは違うぞ。メスですかっていう。
顔と体の間にあれがないと顔が描けなくて、絵的なバランスなんですよ、ね、うん、こういう本当一つ一つの仕草があのアニメーションに生きてると思うと、本当このうさぎちゃんたちにも感謝ですね。ね、この子たちのおかげでかなりあのシナプシュ要素が、シナプシュ要素がここからもらって、うさぎだ、ハレミではないんだけど結構な黒うさぎですね、黒うさぎと言いながらね、結構ね、青いですよね、あのね、光の森ちゃんは。もうこうやって黒うさぎを実際に見ると確かにあの子とはちょっと色が違う、そう、真っ黒だな、この子は結構真っ黒。ここにうさぎの里があってよかったですね。逆にうさぎの里があるから黒うさぎの話になったっていう方が、じゃあここは、ここがもし仮に熊の里だったら、熊の里だったら熊のエピソード、光の森の黒熊の、黒熊ちゃんのお話だったと思う。いや、なんかそのうさぎ好きの人たちがあのエピソードをすごい評価してくれてるのが私もなんかすごい嬉しくて、あー、よかった。なんかやっぱり丸々好きの人ってやっぱ厳しいじゃないですか。こんなのは違うとかって思われるよりはやっぱうさぎ好きの人が、これはウサギ好きの人が作ってるアニメだって思ってくれるのがすごい誇らしいっていうか。ああ、よかった。いや、だからすごい、でもそこはすごいね、気をつけた、うんうん、一般的なウサギのゆるキャラとかキャラクターはかなりたくさんいろんなのがもう溢れてて、うんうんうん、だけどいっぱいいますね。ウサギらしさをやってるウサギキャラはそう多くなって、うん、そこからもうちょっと一歩踏み込んでウサギの仕草とかそういうらしさはできればたくさん入れたいなと思って、うん、そのベースは全部こうやっぱそのウサギの観察したとこから始まってるかな、うん、いやだからこの月ウサギの里に感謝感謝ですね。、うん、そこがね、池になってて、へー、カエルの池のモチーフに、へー、え、実際にカエルがいるんですか。いる、めっちゃいます。めっちゃいるんだ。あ、綺麗ですね。魚が飛んでる。本当だ、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 魚が跳ねてる。カエル池、カエル池、通称カエル池、名取さん、通称カエル池。光の森の黒うさぎの、 あの池を使ったシーンはここがモチーフになってる、うん、ここが全部ってわけではないけど、ここから結構影響を受けてるのは多々あるから、うんうん、あと結構丘のシーンがあるんですけど、うん、うん、ありますね、丘のシーン。丘の起伏はなんかこうその辺結構ボコ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 ってて、あ、確かに確かに、なんかこう懐かしい日本の風景みたいな、それは結構ここの影響があるかな。周りの結構自然環境はかなり色濃く出てた、うん、まあでもその作品の前にやっぱ子供がこう生き生きして生活してるのがとても良かったかなと、それがそのまま作品に出てるかなと思います。すごい素敵なところ。いろいろ見せてもらえて本当いいですね。なんかもっとずっといたい、私も石川県に。ぜひ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 。ここは素敵なお店。いただきます。でも良かったです、今日本当に。こうやってやっぱ直接会ってこう実際に現場を見たりして、ずっと密接にこうその作品の中を通じて一緒にこう
ものづくりをしてきたチームの一員だと思いながらやってきて、でも実際にこう名取さんが作業してるのを見て、あ、ここでこういう風に作業されてるんだ、奥様とこうやって連携してるんだとかっていうと、あの作品の裏側が余計こう手に取るように見えて、よりチーム感が出た気がして。その来る前のイメージと、うん、来た時の印象どうでした？なんか想像してた名取さんだった。あ、そうですか。いや、よかったです。一生懸命話そうとする感じも。そう、もうなんかね、言葉が出てこないですよ。シナプシュに対してもすごい真面目に向き合ってくださってて、誰よりもウォッチしてくれてるシナプシュの動向を。ツイッターとかインスタとかをシナプシュが始まってから自分も始めたので、うん、それまではその作った作品に対して感想を言ってもらうってことがなかったので、うんうん、それがリアルタイムにこう、まあ、好きな話とか人気の回があるとちょっと感想が増えたりとか、うん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 、それが嬉しくて嬉しくて、もうそれがめっちゃ嬉しくて、だ作ったなんていうのかな、手応えがありますよね。一方通行だったのが、うんうんうん、作って喜んでくれるのが超幸せ。うん、なんか実際にその子育て世代のちょっとした救いだったり、ちょっとした薬っていう笑いだったりに本当につながってるんだっていう実感がありますよね。そう、私はね、そんないつも名取さんがSNS 上とかで嬉しそうにしてるのを見て北総園出ますまだまだいけるなっていう気がしますね。シャープ200、300、400、500、いや、もう、うん、もうできる限り、夢はね、夢はもうシナプシュを見て育った赤ちゃんの子供がシナプシュを見たらもうね、代替わりしていって、もうそこまでいったらもう本当にもう泣いちゃう、うん、世代交代してね、もしかしたら私たちも世代交代していくかもしれないから、バトンを渡していけるといいですね。20年、まあ目指せ10年ですけど、もし20年続いたらその可能性もあるし、うん、頑張りましょう。ぜひ末永くよろしくお願いします。ありがとうございました。